戦略244ターン。さあ、今回まず宇宙要塞アクセスの落下を阻止する。部隊を送ります。で、なおかつ宇宙基地にも戦力を送ります。増援をシャットアウトしますね。で、ルナ2からは、ポイントアメリカに戦力を送る。ここを打開することができれば、地上に戦力を送ることができます。まあ、小惑星が落下してくるというのに、地上で勢力を築いてますからね。ニオジョーンの奴らが。まあ、これをなんとかするということです。拠点の取り合いになるんではないかな。さあ、ではやっていこうじゃないか。はい、ポイントアメリカ敵対数10。はい、キラー動画と質量見てですか。増援、あ、これか。退却したか。じゃあ、いけるかな。いや、ダメだろう。多分、いったんじゃん。いけるかな。あ、いけそうじゃん。やった。よしよし、退却する。よしよし。敵部隊が退却しました。我が軍の勝利です。これでアメリカ戦力をくれですね。あ、宇宙9、敵部隊数4。ノンエジール2か。これシャア乗ってるかな。敵部隊が退却しました。我が軍の勝利です。逃げたか。はい、アクシズ。3部隊で来ましたね。増援はシャットアウトしたので、まあ時間かけてもいいかな。と思ってますね。まあ経験値稼ぎながら行きますか。ここはね。さあ、先手取るか。まあ少し避けながら。ドライさん立てないから気持ちよく減るんじゃないかな。いいですね。今回バウに舞台ガザディー。お、全員ファンネル飛ばせるようになったじゃない。成長を感じるの嬉しいね。参謀部より開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。まあこのターンは大したことないですね。ゲルググに関してはこれ射撃対応で家外しようかな。まあ、少しでも使える方がいいかなと。なるほど。ソロモンは攻撃するでも制圧せずみたいな感じしますかね。拠点数が少なくなると敵が戦力集中してくるからそこ警戒してますね。まあ、とにかく地上に戦力をくれるので、ここですね。だからまず飛行ユニット追加して、まあ、とりあえず、地上適性のあるものは全部送るつもりですね。はい、ソロモン敵部隊数12。勝つんじゃなくて偽ることが目的だけども、こいつは釣り出したいな。移動10ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。射程に寄ってくる。まあこの辺りだってことだね。ともかくここは居座りたいんだけども、シャアは倒す必要があるかなと。この辺ですよ。隊列は一応メッサー前に、まあ、壁にしようかなと。来るか。来たね。まあとりあえず防御すると、まあ一応見ておきますか。飛ばすかな、ファンネル。来たね。ファンネル飛ばすってことはシャアだ。では、まずアイザックはこの辺かな。ここで策定しますか。じゃパラサーテンでじゃあここかな。ここで策定かける。よしよしね。ここ射程に4つ。これは格闘機をぶつけるべき。ガザルここか。メッサー。これはギラ動画 S なんで、ここ叩きやすいね。ヘッダメッサーでここは制圧して、これ回復かける。隊列こうだ。ここですかね。ゾック張りますか。格闘当たるかな。これ倒さないですよ、ね。当たれよ。よし、やった。よくやってきた。貴様にやられるほど俺は間抜けではない。言うね。パラサーテの活躍しですね。よし、いいですね。まあ引き返すでしょう。俺と戦うなんて10年早いぜ。まだ比較的弱いですね。しっかりと行くと。
しよし、この攻撃をしのいで、ここ防御するか、ここも防御だ、よし。ではあとはまあ無理なく叩いて引き上げるかなと。この私に立ち向かうとは、国家のために尽くすのみ。まあこんな感じかな。じゃあ引き上げるぞ。さあ地球上空、ポイント北京に部隊を送ったがどんな感じかな。おっとHLV がいるのか。でもこっちもサーラミスなんでね。制圧3攻撃、これ無人のゲルググだから大したことないだろう、おそらくは。うん、大丈夫そうだな。これ居座るか。戦闘を中断します。はい、ポイントオーストラリア、ここは打開する。ナイチンゲール、ついに戦闘で参加できますね。やっぱいいね大好きですね、ナイチンゲール、超かっこいい。敵部隊が退却しました。さあ、アクシスは取る。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。報告します。ネオジオンが補修を行っていたアクシズの核パルスエンジンを破壊しました。これでアクシズを移動させることは不可能になりました。報告します。我が軍の開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。アルパジル、サダラン、アルパに関しては、まあ、ララにしようかな。サダランは、まあ、誰でもいいけど、ゲルにしておきますか。まあ、サダランができたってことで、まあ、効果作戦できるけど、まあ、でも使わないかもしれないな。まあ、両方とも上空の方に送っていこうかなと思います。ポイントオーストラリアに関しては、まあ、これ地上に戦力を送りますね。送れるものは基本的に送っていいかなと思いますけども、ナイチンゲルは送らないことにしようかな。ナイチンゲルは、上空の奪還に向かわせようかなと思いますね。まあ、ここから地上戦始まりますね。ベルファスト取られましたので、基本的にはこれ大西洋に部隊を送る必要がありますね。あとハンバルブには間違って地上に送っちゃってるんで、これは宇宙に戻します。適正ないから3部隊ぐらい、黄色いやつをメタスとズサと百式あたりを、ここですよね、アフリカに送っとこうかなと思いますね。アフリカは手薄ですけどね、っていう感じです。はい、じゃあまずベルファスト取り返しますか。敵部隊数12。はい、まあ飛行ユニットいるね。てかもう基本的には全部だけど足の速さが違うんで、まあ、とりあえず釣り出しますか。うん、まあ、とりあえずここ防御すると、ここは打ち返すか。ひざまずいて泣きわめきなさい。ボリノク様、うん、ここあったの北見策的できるな。ガゾウム、ガザラこっちか。ここはバラけてるんで今叩くべきか。隊列を変える、丸く見ながら飛行します。ここは射程で叩きますか。わしがそんなにのろまかね。さあしっかり叩いておく。いいね、この辺もこれはぐれてますね。この俺の戦い方を関節攻撃ダメージ叩いておく。よし、コーチを近いっす、ここも近いっす。貴様らのような分別のない者どもに覚えておくがいい。じゃあこう制圧、周りの上に固めますか。これか、
分の3ターン。打ち漏らしたバウがこっち行っちゃったんで、まあこれは叩く。まあでもいけるね。画像部でいきますか。索敵よしよし。制圧。これで補給入るな。さっきエラ動画に2部隊。よしよし。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。よし、問題なかったね。はい、北京敵部隊数12。まあ、今回は避ける戦力が少ないので。敵エリアに侵入しました。まあちょっと一服もらおうかなと思ってます。まあ、とにかく船多いですね。これ耐久1400、いや1200あるエンドラと、あとこれサタラン。まあでもこれかなり厳しいですよね。まあとにかくサイコガンダムをですね、ここを目指そうかなと思ってます。まあ散布して置いときますか。さあ増援来た、これ重要ですね。さあ G アーマーは日本海から来ましたけど、これ分離、制圧、こう水上の拠点制圧できるのは、まあ、現状ガンダムだけです。でザク3、まあ、この他もおとりになりつつ、でガズエル、まあ、目いっぱい移動させようか。このバーザムはこうですね。でガゾーム、もう目いっぱい移動させる。今回ガゾーム重要で、このガザールは左側の方かな、飛ばそうかなと思います。でサイコガンダムはここに置いておく。まあ、制圧のタイミング重要ですね、今回はね。まあ、結構1か8かなとこありますけども。よしよし。はい、まず防御すると。まあ、現状、ガラ空きですよね。ここ、ガゾームが危ないんだよな。まあ、このターン、残ってくれれば、勝てますね。移動して、ここも待機しておく。で、ガンダム、合体、変形、移動、次のターン制圧。ターン送る。さあこの段残ってくれれば勝てると。さあ持ってくれよ、持ってくれ。よしよし、いい感じですね。バーザマより制圧、ガズアル、サイコ、ガンダム、メモードを分離して制圧。さあギリギリ持ってくれましたね。ガゾーム制圧、ザクスによる制圧で真ん中、ほい。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。うまくいってくれました。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。参謀部より。報告します。報告します。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。レウルーラー、さあグアダン構成の傘レウルーラーにできますね。これもか。さあ北京無事取れましたね。画像も補充する。でこのターンをまずオテスタですね、舞台を送る。まあ一旦で取りたいところで、宇宙に関してはこのターンサイド4に舞台を送ります。はい、オデッサ敵部隊数9。大したことないな。まあこのぐらいであれば一旦できたいところですね。3部隊来たか。歩きで移動して索敵して。これは地上から攻めるか。ビームカノン210は対地攻撃できないんだよね。まあこのぐらいいける。あのクレイバーザーが撃つだけですね。タコ殴り。5分の2ターンは起きた。積極的に打ち返していきますか、本命はね。膝。戦いとは。さあだいぶ戦力ばらけてますね。薬刀が真ん中に取り付けるか。でこの辺で索敵して、報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。無理なく制圧。はい、サイド4敵部隊数12。こちらもどうする。まあザクスリーが一部であとほぼゲラどうかですね。まあ、ゾエン、まあ、ちょっと来た、来ますか。まあ、今回はアルパージェル来てます。アルパをじゃここで策定しますか。シツネムディアスネムデアと画像ムか。
のキラー動画ですね。まあ一番強いっていうのはこの辺ですかね。こう叩きますか。まあそしたらやや回り込み気味に真ん中目指しますかね。アルパを盾にしつつみたいな。さあアルパ全長 100m 超えてんじゃないですか。あのスラスターユニットが目立ってますけど、まあ、劇中だとすぐパージしちゃうんだよね。その形態もね、やっぱり見たかったなって。人類の永遠の存続のために消えてもらわねばならん。これ漢方ですね。倒せば属解除できますよね。ここは防御する。なぜ見ときますか。耐久1800あるんで多少打たれてもね。でも結構もらってますね。ラーラー乗っててもこれだからな。アイフィールドついてないんだよね。よしよし。私はこれ失礼目指す2部隊と画像を生む。こギラ動画か。これ減ってますね。ここを砲撃する。であとはだこの両側の5部隊か。ここ叩きますか。じゃあヤクとリゲルを回り込んで、ここですね。ヤク式とフルアーマーガーナーこっちにつけてやるか。さてき、よしよし。ここか。このギラどうか。あとはやや下がり気味に。あとここ食いつくかもしれないか。ここかな。まあ漢方で失礼目指す。打つ漢方です。よし、よかった。アンブランで活躍し、射撃エイズ部隊倒せば。あ、ダメか。よしよし。まあでも手応えにはしたな。ギラ動画に行きたいですね。よしよし、いいぞ。イエーイ。よし、おとり食いついたな。これ打ち返す。私の邪魔する奴にはすまなかったね。これレズンだな。アルパで。で、ここ真ん中。あとは関節攻撃か。これさ、大きい。このターンやりたい放題。まあ、できればちょっと残したいな。あ、倒しちゃうかな。あ、残った、残った。あえて、近接、打ち返させてます。関節の方、関節攻撃の方が得意ですけど。お、ファンネリラズ。はい、これ打ち返さない。敵エリアに侵入しました。さあ、宇宙5取っときますか。あ、薬物動画来てる。この感じは誰。あ、シャアだ。ヤクト動画しちゃうな。これ倒したかなと脅威ですね。さっき今回3回目のシャアか。3回目の敗北見られるね、シャア。イエーイ。嫌っていただいて結構よ。これは戦いなんですもの。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利。お疲れ様です。参謀部より特別作戦が提案されています。さあ、オデッサ制圧した部隊は、まあ、基本的にはこれ打ち上げる。打ち上げます。で、周辺はいないんだよね。取られたからね。だからまあ全球の制圧はやらなくてもいいかなと思いますね。あと地上はキレマンジャロで、宇宙は3拠点残ってますけど、ソロモンと、サイド4、あと地上のキレマンジャロは同時制圧するつもりです。大量射線やってますね。まあこのターンで制圧しますか。戦闘を再開します。さあ、あと1部隊レールラーね。これ大変なんだよね。まあでも
5ターンかければいけるだろう。よーし、そうネオジオンの帰還撃沈。よっ、やりました。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。ちなみに我が軍の増援は間に合わなかった。はい、ソロモン制圧します。ここはオートでいけるでしょう。戦闘を再開します。ランバラルのリゲルグがいるのかな。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。さあ、サイド5、じゃあサイド4に関しては制圧前に戦力を宇宙港こっちですね引き上げます。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。これでサイド1に進行できるんだろう。ギレン閣下、ネオジオンの戦力は低下し、本拠地サイド1の攻略が可能です。サイド1制圧作戦を提案します。さあ、じゃあまずボードの鎮圧。了解しました。沈まれで、サイド1。これより我が軍はネオジオン本拠地サイド1に対する攻略作戦を開始する。ジオンズム大君の息子を語るシャアを打倒し、地球圏に再び秩序を取り戻すのだ。各員の一層の努力に期待する。よーし、じゃあやりますか。中国に戦力集めましたね。32部隊ですけど、まあ、全部は送らないかな。はい、サイド1、敵部隊数17、我が軍は28部隊。敵エリアに侵入しました。はい、まシャアは多分いないと思うんだけど、でもザク3がいるから念のため警戒していきますかね。一応砲撃狙っていくか。これはソロモンか。ソロモンかリゲルクどうかな。ちょっと来たな。正直大したことないな。まあこれだったらいいか。普通に強いかな。でこっち策敵するか。これナイチンゲールだからこれ狙いますか。射程3でビッグディアス回狙う。さあ、アルパルジェル先制攻撃。これビッグディアス回だから強いから。さあ、ギラドーが鈍ったけど出力ディアス。これはアルケル叩いてみるか。ギラ動画を解明そうに持っていけたらいいですね。よしよし。さあ、5分の2ターン敵の行動は結構来たね。これは打ち返しますか。まあ、ギラ動画かな。うん、失念もじゃあすか。打ち返す。私が敵か。まあこのぐらいは楽勝です。よかったわ。戦闘開始だ。まあどうだろう。お、やったじゃない、さすがレルーダ。敵を撃破したぜ。嬉しそう。さあ、ギラ動画丸ごと残ってますね。ちょっとここは回り込むか。回り込むと先手かけて、アゼビとヤクと制圧。このままやるか。ここは楽勝です。アルパージェラ回り込みつつ、まあ、ゾック入りながら移動させるか。こうガツアルとメッサーで行きますか。ギラ動画に舞台。けどもうエース舞台です、こっちは。ボッコボコだ。いいや。分の3ターン的な行動は、おし、食いついてきた。おし、こちら打ち返す。レルーラ、あ、来たね。あ、結構強力なやつが来たじゃん、これ。投票。この機体のテストには、うってつけだな。これ楽勝。あ、ギュネの。このデータを解析すれば。ギュネ撃破。これ大丈夫かな。結構強いぞ、これ。あ、でも格闘は一人だけか。大丈夫だろう。大丈夫かな。心配だけど。ダメでした。サーテビはここまで来るか。よーし、取り付いて、アイザックが殺敵して、ナイチンゲールと、リゲルグが真ん中に取り付ける。これ狙います。で、ランバレーのリゲルグさんか。隊列変えてやろうか。あと、ここは、まあ無理なく倒せるかなと。約とここまで来る。格闘機。メッサーに舞台を叩きますか。アイザックが下がる。リゲルグ取り付けてやるか。アルパージールは射程3でバウ打ちますか。よしよし、真っ赤な組み合わせ。赤チームみたいに緑チームみたいな感じになってる。
いや、てかその通りか。ジオン、赤、ネオジオン、緑だもんな、今回の。よしよし。青い巨星の名は伊達じゃないのだよ。でも青いんだってさ。今回ザクスリカのプラン取れなかったね、ネオジオンから。一応諜報エースキープしたの。邪魔するからいけないんだよ。さあ、あと3部隊か。戦場をかける赤い稲妻。よーし、いいぞ。撃破まで。やったぜ。まだまだ俺と戦えるレベルじゃねえ。腕を磨いて出直してきな。言うの遅かったけど。相手をしてやる。遠慮するんじゃないぞ。ジョニー・ライデンはリゲークです。赤いからね。これ楽勝です。これがゲリラ屋の戦いだ。よし、我が軍はネオジオン本拠地サイドワンの制圧に成功しました。ネオジオンは滅亡です。ゲリラ屋が締めてくれたな。ギレン閣下、ついに全敵勢力の打倒に成功しました。もはやジオンに立ち向かえる勢力は存在しません。ついに終わったな。長い戦いで。いや本当だね。だがこれからが始まりだ。地球圏を統一し人類を我が理想に導かねばならん。閣下の理想、私にもお手伝いさせてください。これからも頼む。はい。言い方がさ言い方が照れくさかったんだろうな、多分な。どんな面して言ってただろうな。いやー、これで明日は、まあ、とりあえずこれ聞きますか。ジオン公国軍は戦いに勝利した。地球圏のすべてがギレンザビの独裁体制に組み込まれ、有料人種による地球圏支配が現実のものとなったのである。ギレンの強権的な支配のもと、地球からの強制移民は実行に移され、人類の中心は宇宙へと移ったのである。それは一人の独裁者によって成し遂げられた偉業であると同時に、ギレンという類まれなる天才によってのみ維持可能な平和だったのである。果たしてギレンという偉大な指導者を失ったとしても、人類は地球への回帰という愚かな行為に後戻りすることはないのだろうか。多くの人命を奪った戦乱の時代が再び地球圏に訪れるのではないか。だがこのような不安はいつの時代も人類と共にあったのである。宇宙という新たな環境に住処を移した人類はまた新たな不安と戦い続けねばならない。いつの日か訪れる争いのない時代を手に入れるために。さあ、では感想を、まあ、ともかくね、一番僕の頭の中で占めている、割合を占めているのは、もう本体が PS ビータ、違うな、ビータ TV でやってるんですけど、本体がもうギリギリだってことですね。もうね、一回の収録でね、何回再起動かけてるかっていうことですよね。もうフリーズとか当たり前なんでね、もうさすがに、もし次のギリの野望の収録やるんだったら、この本体は使えないな。こう本体自体もね、もう高騰しちゃってて、これ定価 1万ぐらいだよね。だけど今、あの2万じゃ買えないからね。なんかこう、販売中止になってから人気出たんだよな、この機種は。まあ、っていうことですね。まあ、それが僕の頭の中で一番大きいかな。あのプレイの感想としては、まあ、今回は、まあ、全廃棄して生産禁止なんだけど、まあ全兵器を3回行うっていう厳しい条件だったんですけど、まあ、ギレン公国軍、じゃあ間違った、ジオン公国軍、まあ、ギレン公国軍、どっちだ、同じような気がするな。まあいいや、なんでもいいけどさ、まあともかく、簡単なんだよね、基本的には。
優しいんですよこの勢力は。だから割とちょうど良かったかもしれないな動画的にはと思いましたね。でも大変でしたやっぱりね。あでももし全廃棄が1回だけとかだったらそんなにこう適正プランの入手とかこだわらなくてもいいし、もっと伸び伸びってプレイできたかもしれないですね。でも全廃棄2回っていうのは中途半端ですよねやっぱりね。第2部で廃棄したらなんで第3部で廃棄しないんだよということになりますしね多分ね。だからまあ3回にして良かったかなと思うんですけどということですね。だからまあ逆に言うと前半期1回だけだったらかなりぬるかったんじゃないかなと思いますねということですね。一番難しかった今回のプレイに通して難しかったのは英語戦きつかったね。三つどもえの中でディターンズを短期防衛して牽制しながらで戦力を英語に送るっていうのはかなりきつかったですね。技術レベルも低かったし主力になるはずの自分2もなかなか来なかったし、まあ、かなり緊張感ありましたね。次に難しかったのは悪術戦大変でしたね。やっぱり大変でした、まあ、敵のっていうよりも敵の性能っていうのがズサズブスターの性能が突出しているんで大変でしたね。まあこう被害は出さずにできてよかったかなと思いますね。あ第3部もう被害出なかったね。第1部第2部第3部で、ユニットを減らさずにクリアできましたね。それ良かったかなと思います。では逆に簡単だったのはティターンズ戦簡単でした。なんかあいつら対エウーコで戦力を消耗していてだいぶ楽でしたね。あと第3部のネオジオンシャアもう、まあ、それなりに楽だったね。戦力は60部隊ぐらいだったのかなこちらの。確か30部隊でクリアしたことあるよね。動画にしましたよ、確かに。だからまあ、60部隊いればまあ問題ないだろうなと思ってましたけど、まあ問題なかったですね。あと、効果削減使うはずだった、サダランダとか、あとレイルーダとか配備しましたけど、使わなかったね。まあそこ印象的だったですね。っていう感じかな。今の感想としては。さあ、では、まあ、すっかり恒例ですけども、クリア時の状況を見ておきますか。部隊数は、我が軍の部隊数は66部隊。さっきも言ったけども、第3部で戦力の喪失はなかったという状況ですね。ネオジオンは14部隊でしたね。っていう感じです。一応、ユネとか見ときますかね。軽くね。あ、黄色いやつ送ったんだよね、アフリカにね。別になんか特に意味があるわけじゃなかったんだけど、でも3部隊で制圧できましたね、時間かかったけどね。これは、北京を攻略した部隊ですね。ここに降下したんだよね。オーストラリア1に降下して、で、戦力を北京に送って、で、その後、インディアって感じだったけども、まあ、使わなかったね。という感じでした。オデッサ上空にいるのは、オデッサを制圧した部隊ですね。ヤクトとか今回は大量配備できたんですよね。まあ、これ面白かったですね。これをやるためには、ティターンズからゼクワインのプランを分取ってないといけないんですけど、まあ、今回こういうことができて、まあ、良かったかなと思います。で、この舞台で攻略したんですけど、やっぱ邪魔になるかなと思って、イエガーとか、スツッツァーとか置いていきましたね。という感じ。やっぱサザビー、いいですよね。あとやっぱりこう、ナイチンゲール、かっこいいよね。こういうでかいやつ好きなんですよね、うん。まあ、ナイチンゲール最後に暴れることができてよかったかなと。あと、アルパージールもね。あ、なんだかんだ言って、アルパージール初めて使ったんじゃないかなと思われる。多分ね。でも、ナイチンゲールとかサザビーに比べると、やっぱり、インパクトはそんななかったかなという感じですかね。はい。では、ああ、そうか、キャラクターか。そうだった。キャラクターどのくらい鍛えられてるか見たいっていう人がいるんですよね。高花が S ランクですね。なんで S ランクなんだかよくわからない。何に使ってたんだろうな。そんなに使ってましたかね。アコース A ランク、アス B ランク、アダムスキー A ランク、ガトー S ランク。まあガトーは、まあ、大活躍したからね。案外鍛えられてますね。
バールはなぜか C ランク全然使ってない。別に嫌いだからとかわけじゃないんだけどね。いろんなもの配属できて便利な人なんですかね、この人ね。ビッシュは S ランク、まあ、これに関してはグリップスで鍛えたのかな確かね。デラーズは B ランク、マイ S ランク、カスピン S ランクですね。わざと時間作って鍛えたキャラ結構いますね、エース格の人はね。クスコは文句なしにエースだったからね。まあ S ランクですよね。ハモン A ランクですね。これなんでこんな鍛えられたのかなって。これ多分防衛の時に何かに入れたんだよな。多分なんだっけ、ザンジバルかなんかに入れたのかな、だから鍛えられたのか。別に原作再現しようとかってそういうことでもなかったんですけど。まあ適当にやってましたね。あ、クルタ今回 B ランクか。そんな使ってないな。なるほど。ゲイリー A ランク。ケリー・レザー A ランクか。あ、ケンビーダー・スタッド A ランク。かけ薄いよね。コステルちょっとだけ目立ったかもしれないな、今回な。コンスコン A ランク。シャリアブル S ランク。シャリアブル・シュタイナーっていう順番なんでね。なんかちょっと、傾向が似てるよね。傾向が似ている。ライデンは、第3部でリゲルグに乗せることができて嬉しかったですね。シーマも確かリゲルグだったな。リゲルグ好きな犬とでね、優遇してましたね。便利です。シンマツナガはね、やっぱりザク3かなと思ってザク3にしたんだけど、全然目立たなかった。なんだかだ言って、ザク3かのプラン出るんじゃないかなと思ったんですよ。で出なかったね。ネオジュンから1個もプランもらってこなかったんだけど、なんでだろうな。っていう感じですかね。あと喋りたい人は。あ、ドズル大活躍だったし、なんかこう不遇だったし。まあちょっと面白かったね。こんなにドズルがひどい目に遭うと、なかなかないんじゃないかなっていう。あ、ニューバスは A ランクか。確か、第2部では、アプサラスかなんかに入れて、防衛で使ったんだよな。確か。ビッター S ランクか。ビッターもなんでこんなに鍛えられたかよくわかんない。覚えてない。何に配属したか全然覚えてない。バーニーはグリップ2で鍛えましたね。ほんとキャラ多いよね。この勢力。100人以上いるよ、確かね。最大で。あ、プルクローンですね。B ランク、B ランク、C ランク、B ランク、B ランク。あ、なるほど。プルクローン3だけちょっと経験値少ないね。配属したユニットの関係ですね。最初遊撃に使おうと思ったんだけど、戦況良かったんで、別の戦線に回したんだよね。地球職の方にね。ってことで戦闘の経験少ないですね。っていう感じか。ゼロ大活躍でしたね。ボンアブストン結構目立ってたし、マクベもイベントで大活躍があった。全然動画に関係ない、ゲームに関係ないんだけど、大学の時の友人がマクベに似てんだよ。マクベにそっくりな友人がいましたね。なるほどね。お肉好きですね。ユーリ・ケラーネは、なんか防衛に使ってましたね。そんで S ランクですね。ララも最高だ。ちょっと目立ちましたね。ランバラルは、確かリゲリグだったな。っていう感じですかね。じゃあタイトルに戻ると。さあ、まあ次回の話を、しますか。まあ今回、まあ、ジオン合格クリアした、全廃棄生産禁止プレイですね。連邦もその条件でクリアした。英語もクリアした。で、まあ、初期5勢力のうち、アクシズと、だからティターズ残ってるわけですよね。で、アクシズが、すげえ難しいっていう情報をいただきまして、ぜひやってくれってことだったんで、まあ、リクエストもらったわけですよね。つまり、アクシズの全廃棄生産禁止プレイですね。まあ、でも、さっきも言った状況で、もう本体がもうダメなんで、まあ、次の、収録あるとしてもだいぶ先になるんじゃないかなとは思ってますね。ということです。はい、じゃあ今回はここで終わりします。ということでご視聴ありがとうございました。